ご視聴ありがとうございます。魂のボビューの原です。浜松 CD& レコードショーボリューム16ボリューム162016年9月の9日10日11日とクリエイト浜松で開催されました。年何回あるんだろう、そのたんびごとにね、3回ぐらいやってますよね。3回か4回クリエイト浜松の1回ふれあい広場でやってますね。毎回いろんなところから、ここに書いてあるんですけれども、いろんなところから、岩手とか、浜松も入ってますね。浜松のエボニーサウンドさんって入ってますけれども、いろんなところから中古レコード屋さんが集まって集合して CD とレコードの中古市をやってます。それをまた今回も見に行きまして、結構集めたいなっていうのは集まっちゃってて、あとそれとですね、10日の日にですね、プロジェクター買ったりしたもんですから、あんまりこの消費する意欲がなかったんですけれども、これでも10日の日に見に行って、でもやっぱりあれ欲しいぞって思って買ってきたのがこれです。ご覧ください。じゃん、ルーサーズのスーパーミックスメガミックス。初めて見たわけでもないですけれども、これってそんなに見る機会もないレコードなもんですから、すごい気になって購入をしてきました。460円だったかな。定価がですね、これ見ると1200円になってるんですけれども、この定価よりも高く売ってる中古のレコード屋さんもあるんじゃないかなと思うんですけれども、これまあ、ここが擦れてたりしてて、それで安くなってるのかなと思います。ちょっとこっち見てみましょう。エボニーサウンドさん。北沢東京のレコード屋さんの、プロなんですね、中古レコード屋さんの案内が入ってます。フラミンゴレコードさん。それから、板橋 CD& レコードフェア。全国でこういうことやってるんですね。青山レコード祭り。こんなところが入ってました。で、このルーサーズのスーパーミックス。メガミックスなんですけれども、早速聞いて、ちょっと感想を言ってみたいと思います。ストレンジャー・イン・タウンっていう曲が A 面にあって、後ろの方、サイド B が SOS、ドライブ・オールナイト。ネオンボーイ、ミステリーガール、ハートエッジ、ローミサイル、ヌールンベルグで叩いてって曲ですよね。45回転の LP なんですけれども、そうですね、このローミサイルですとか、このヌールンベルグで叩いての45回転のやつを私持ってまして、ドライブオールナイトとか、入ってたと思うんですけれども、それがすごく良かったですね。すごく2枚あって、それがまあ、その当時のルーサーズの新譜だったんでしょうね。そういう形で45回転の LP で出して、で、それを聞いてまあ、かなりの衝撃っていうか、すごいなって思った記憶があります。これが出たのがですね、1986年らしいんですよ。今ちょっとネットで調べたんですけれども。で、その前に出てるのが、ネオンボーイっていう LP ですよね。ネオンボーイでも、大江さんの姿がなくなっちゃってて。そのネオンボーイに入ってた曲がこの1曲目のストレンジャー・イン・タウンっていう曲のようです。ちょっと私もネオンボーイの中にどんな曲が入ってたかってあんまりこの定かではないんですけども、その曲のロングバージョンなのかなと、あとサイド B はそういったルーサーズのちょっと前に出た曲なんかのを集めてミックスしてあるっていう、まあ、当時この1986年ですか、1986年、ミックスだとかメガミックスだとか流行ってたんでしょうね。で、ルーサーでも出たというところじゃないでしょうか。またルーサーズと接することができてよかったかなって思います。ルーサーズ私好きなんで、この前7月の終わりですか、浜松に花田博之さんが流れてきた時もちょっと行ってきました。やっぱすごいバンドだったなと思います。この LP で聴けるのは花田さんがボーカルなんですけれども、こっちではハートエッジから
ローミサイル、ヌルンベルクの3曲なのかな、大江さんが、大江さんの声が聞けたりします。まあ、大江さんも今もまた、ライブ続けてて、ちょっと感慨深いものがありますね。また、レコードのレビューなんかも、この動画でやっていきたいなと思います。